こんばんは、きりゅうです。マトです。ブデー。歴史はエンターテイニングとかしまし歴史チャンネルへようこそ。今日はね、本能寺の変の後、どうして秀吉が明智光秀を打てたのかというお話をしたいと思います。どうして打てたのか。私が思うに、秀吉が光秀の近くによくいたから 彼の癖をすごく知っていて、こいつはこんなことをするとか、先に先に考えてたから、撃てたんちゃうかな。めっちゃ近くにいたから。<laughs> 近くにいた。そう。ね、あいつこういう考え方ちゃうかな、みたいな。<laughs> あでも、もう予測して、それで、なるほどね。なかなかに、それも斬新な説ですね。<laughs> あのね実はね明智光秀が京都の本能寺で織田信長を打った時に織田の主な軍隊っていうのは日本各地に分散していたんでですね<う>でまず柴田勝家は越中で上杉景勝と戦っていましたし滝川一益っていうのは上野で北条氏と戦っていました。 で、庭長秀と、それから信長さんの三段の織田信孝は、四国のね、長我壁を攻めるっていうために、大阪で海を渡る準備をしていて、 秀吉さんはというと、この毛利攻め、備中高松城の水攻めの真っ最中だったんですね。で、そんな風に、まあ、信長さんの家臣たち、重臣たちがあっちこっちに分散していた中、秀吉だけが中国大返しという離れ技で誰よりも早く戻ってきて、山崎の戦いで明智光秀を撃った。 っていうのは、まあ、よく知られている話なんですが、でも、いくら、秀吉の中国大返しが驚異的なスピードだったとしても、まず、一番近くにいた、大阪にいた、織田信孝と丹羽長秀が、どうして光秀を撃たなかったんだよって思いません確かに、大阪から、ね、大阪にいるんだったら、一日ぐらいで多分京都に行けるもんね、という考えると、 庭さんも、信長さんに腹を立てたから、やったと思った。 あと <laughs>、これも、ちょっと斬新ダメ斬新斬新むっちゃ斬新 <laughs> なんかもう、親切万バ々ンバンですね。さすがに庭さんは、あの、そんな、信長様を撃とうなんては考えてないんですよ。あの、実はね、京都で信長が撃たれたっていうふうに知った、織田信高と庭長秀の兵たちね。これがね、二人のずーっとね、代々受け継いでた兵じゃなくて、寄せ集めだったんですよ。なので、信長様、上様が、え、打ち取られたって聞いたら、うわ、ダメだーってどんどん逃げ出しちゃって <laughs> で、 どん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 逃げ出しちゃったので、兵がもうヒューって減っちゃって、とても明智軍と戦える状況じゃなかったんですね。で、しかもね、この時、四国攻めには、その信長さんの甥いにあたる、織田信純っていうのも副将として参加してたんですけど、この織田信純っていうの,のの、まあお父さんっていうのが織田信勝って言って、まあ信長さんの弟なんですけど、信長さんが殺しちゃってるんですけどね。で、この 織田信泉の奥さんっていうのが、明智光秀の娘だったんですよ。だから、織田信泉っていうのは、明智光秀の娘婿だったんですよ。だもんで、 この織田信孝と庭長秀は、こいつ光秀側の人間なんじゃねって疑って、まずこの織田信澄を殺しちゃったんですよね。で、ただでさえ兵が逃亡して数が減っているところへ、内は揉めして、で仲間殺しちゃったもんだから、この織田信澄の兵からも喧嘩してなんかね、狙われるから対処しなきゃいけないっていうことで、余計に京都の光秀に対抗できないっていうような状況になっちゃったんですよ。よ 本当にその信長さんのおいっ子さんは、光秀の味方をしてたのいや、おそらくこれはね、濡れ衣だったと思います。あの、今のところ、この信墨が明智光秀と共謀していたっていう証拠は何もないんですよね。まあ、ただ、光秀の娘婿だったっていうので、当時、光秀と訓練じゃねっていう、グルナンじゃねっていう噂が流れたっていうだけなんです。昔も噂は流れるのは早いってことだね。 ね、だから噂だけでね、判断しちゃいかんよという、まあいい例なんですけれどもね。はい、ということでね、この一番近くの大阪にいた小田信孝とか、それから庭長秀は、まあ明智討伐には行けなかったわけなんです。じゃあ、残る受信たちの柴田勝家と、それから滝川一真橋場秀吉、3人いるわけですよね。で、実はね、京都への距離的にはね、秀吉が一番近かったんですよ。200キロ離れてるけど。 で、柴田勝家っていうのはね、パッと見地図上で見ると近くに見えるんだけど、微和湖を避けてぐるっと回ってこないといけないので、実は一番遠くなっちゃうんですよね、距離的には。で、さらにね、距離的な問題以外にも、秀吉の方が有利だっていう条件が、まず二つあったんですね。で、一つはね、情報収集能力の差です。 実はね、柴田勝家が本能寺のことを知ったのは、本能寺の変の4日後の6月6日だったと言われていて、滝川一益に至っては1週間後の6月9日にようやく知ったなんてね、言われてるくらいなんですが、これに対して秀吉は本能寺の変の翌日の6月3日、夜中だったそうなんですけど、でもそれでもまあ1日ちょいで信長さんが光秀に撃たれたってことを知ったわけこれは 秀吉がなんか、ね、変わらものなんかを使って独自の情報網を持っていたからなんですが、まあ、秀吉がね当時でも情報こそ命だ大事なんだっていう,こう新しい時代の価値観を持っていたからこその差になったわけなんですね。あれの時も言ったけど本当にね昔の人ってスマホも何もないのにすごいよねこの情報っていうそれでそれをすごく大切だと思う秀吉さんもなかなかやりますね。 そうなんですよ。だからね、この当時、やっぱりその馬でね、やらないといけない時に、一国でも、ほんと一日でも早くその情報を知るっていうのは、例えばまあ戦場に行ってても有利なので、なのでもう、秀吉さんっていうのはもう、情報の大事さっていうのを分かっていて、おまけ独自の情報も持ってたってのがすごいですよね。で、もう一つ、秀吉に有利だったのが、本能寺の変を知った時に、秀吉はね、すでにこの頃、毛利との和睦交渉にもう入ってたっていう点なんですよ。 で、他の柴田勝家とか滝川和真は、上杉とか北条と戦って、 る最中だったので,な,のでいきなり和睦結んんででで撤退っってことははすすぐにななななかなかできなかきたんですねなので、柴田勝家なんかは、6月6日に本能寺の変を知って、まあ、急遽兵を返して、で、3日かけて本拠地の北の庄へ戻ってくるんですけど、実はね、この時、柴田勝家軍は1日50キロ近くも移動してて、秀吉の中国大返しよりも強行軍で北の庄に戻ってきてるんですよね。まあ、あんまり知られてませんけど。で、しかも、柴田勝家は、上杉軍がいつ和睦してないわけ だから撤退したらいつ背後を狙われるかわからないっていうそういう状況なんですよ。なので越中にはさっさなりばさを残して能登には前田利家を残してって感じでかなりの兵を割いて万一上杉がっってききたたにに対抗ででるよようにしなななければならなかったんですよだから北の庄に戻った時にはもう兵の数が減ってしまっていたのですぐに明智討伐に出かけることができなかった。 でも、それでも、柴田勝家は北の省で兵を集めて、大阪にいる、まあ、庭長秀んかと協力して、明智光秀を討伐する気ではいたんです。まあ、とりあえずね、この時点では柴田勝家も、庭長秀も、滝川一正とか秀吉のことは眼中になかったみたいなんです。 ね、まあ竹川一政は本能寺の変を知ったのが9日と遅かったし北条と交戦中だしまあまあ明智軍の討伐にね加わる余裕ってのはなかったと思いますけど秀吉の方はね本能寺の変を知ったのも3日っとね早かったしでちょうど毛利と和睦交渉中だったので毛利には本能寺の変のことを隠してでさっさと和議をまとめると兵をまとめて京へ戻ったっていうことなんですねだから柴田勝家や庭羽長秀が考えていたよりずっと早く京に戻れた。 ことなんですね、まあ一応ね秀吉も毛利が追撃してこないか多少は心配だったみたいなので毛利軍が撤退するのを見届けてから兵を返してはいるんですけどそれでも柴田勝家みたいに追撃をね防ぐために守るために兵を裂かなくていいっていうねなのでまるまる2万の兵をそのまま明智光秀の討伐に投入することができたわけなんですよね。 あとね、もう一つね、柴田勝家に不利で、秀吉に有利だったのが、明智光秀は本能寺の変とあと安土城をね、抑えると、同じくこの琵琶湖湖畔にある沢山城とか長浜城なんかを制圧して、大海一帯が光秀の味方だらけになっていたっていう点なんですね。で、もし柴田勝家が北から京都にいる明智光秀を討伐しようっていう風に向かおうとしたら、まずこの中間にいる大海勢と戦わなきゃいけなかったんです。 でも秀吉の方はこの京都まで行く途中に抵抗勢力が一切なかったのでより早く戻ることができたっていうねこれもまあ秀吉の利点の一つかなと思います。ということで5日に兵を返した秀吉は11日にはすでに天ヶ崎まで戻ってきておりましてで摂津の池田恒興や中川清秀高山右近なんかの軍と合流します。 で、一方、大阪で、柴田勝家の軍を待っていた織田信孝と庭長秀なんですけど、あの、待ってると、秀吉がね、2万もの大軍引きって戻ってきた。 っていう風なのが分かったので、あ、じゃあ、秀吉と組むかってことで、まあ、なんとか4000の兵をかき集めて、秀吉軍に合流したんですね。まあ、というかね、一応ね、主力は秀吉の兵なんですけど、形だけはやっぱり、織田信孝が大将っていうことにしたんですね。となはやはり、まあ、旗印にするには、息子が父の仇を打つっていう方がね、集まってくるのも多いでしょうし、大義名分としてね、成り立つっていう、まあ、秀吉の目論みだったんだと思いますね。 今、そっちサイドのことばっかり聞いたけど、その時に光秀は何をしてたのうん。 実はね、明智光秀の方も、この間ね、安土城を抑えて、大江一帯を制圧したりとか、あとあの、朝廷に賄賂を送って、自分の正当性を認めてもらったりと、ま、いろいろやってはいたんですよね。ただね、その、軍事上という問題では、頼みにしていた、細川藤孝と細川忠興の親子とか、筒井純慶なんかが味方になってくれなかったので、手持ちのね、挙兵の時とほぼ変わらない1万6千ほどの兵で、2倍とも3倍とも言われる秀吉 らの連合軍と戦わなきゃならなくなって最後に負けてしまったってことなんですねさっき言ってたその細川さんとか筒井さんはどうして光秀のの味方をしなかったのそれがねはっきりしたことはわからないんですけど筒井純慶なんかはね最初光秀に味方しようとして平和で。 送ってたんですよただね、思った以上に、秀吉が早くに帰ってきて、でしかも大軍連れてるってことで、あ、こりゃ勝てないなっていう状況を判断して、そんな方にはつかないでおこうってことで、光秀を見捨てたんじゃないかなとは思います。 でもってね、細川藤孝なんですがこの人なんかね息子の細川忠興の妻が明智光秀の娘の玉さん、細川ガラシャって言った方がねあの有名かもしれませんけどもこの人なんですよね、うん、だから光秀にしたらさ娘を嫁にやるぐらい信頼していた相手ですからねもう絶対味方してくれると思ってたんですよ。 なんですけど、本能寺の変の後、光秀から味方してほしいっていう手紙を受け取った細川藤孝は、いきなり低発、頭剃っちゃって、有才、なんか名乗っちゃって、で、自分は出家して、信長様の舞台を弔うことにしたので、だから、光秀の味方はできないって返事をよこしたんですよね。で、しかもさ、自分がね、もう頭丸めて味方しないっていうだけじゃなくて、息子の細川忠興にも、光秀の味方をするなって言ってね、味方させなかった。 まあまあまあ敵にならなかっただけよしとしてくれっていう感じだったのかもしれないんですけど、この細川藤高が光秀に味方しなかった理由っていうのもまあよくはわかっていません。ただね、私はひょっとしたら細川藤高の嫉妬だったんじゃないかなって思って。 明智光秀ってね、もともとただの浪人だったのが足利義明の部下ね、将軍の部下になるわけなんですけど、その時は細川藤孝の方がずーっと上の地位にいたんですよね。ところが、 細川藤孝が光秀と一緒に将軍の足利義明を身が切って、で、織田信長に着いた後になると、光秀の方がどん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 出世していって、いつの間にか細川藤孝の方が光秀の下につくみたいな格好になっちゃってたんですよね。で、もちろんね、本能寺の変の後、明智光秀に味方しなかったのは、まあ他にもいろんな状況判断をしての上のことだとは思うんですけど、ど 心の底にこのにこまま光秀が天下取ったら自分はずっとこいつの下にいなきゃならないそんなの嫌だよなーって思ったんじゃないのかなーとまあまあ邪水です邪水なんですけども、まあ、そういう理由もあったんじゃないかなって思ったりもしております。 ということでね、今日は本能寺の変の後どうして他の織田の家臣団を差し置いて秀吉が明智光秀討伐に一番乗りできたのかという点をお話ししてみました秀吉の一番乗りした理由に納得したという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします Twitter もやってますのでよろしくお願いしますではでは、毎日暑いですけれども頑張って夏を乗り切って次の動画でお目にかかりましょ切り抜きショートもやってますんでよろしくお願い <laughs> 暑 <laughs> いのでぼーっとしております。すみません。<laughs> じゃ、あまた次の動画でお目にかかりましょう。じゃあねー。ーなんか明智光秀の三日天下の三日間何やってたのって前聞いたと思うんですけど、今回のよくわかります。はい。 どうでしょうあの、明智光秀も、まあまあいろいろ頑張ってね、味方につけてほしいっていうね、仲間をね、引き込もうと手紙も書いたりもしたんですけども、味方についてくれなかったっていうね。で、まあ、あの、従来ね、これで、光秀人望ないんだっていうような説もあったりはするんですけれども、その人望なかったというよりも、まあ、男の嫉妬の部分があったりとか、あとは秀吉が思ったより早く帰ってきちゃったっていう状況とか、まあまあいろんな理由が重なって、光秀の方が不利になって いったのかなという気はしたりもいたしますこの時代やから主君を裏切ったからそんな奴についていったら不利やとかそういうのは多分なかったんだよねうん、割とねこの後ぐらいからやっぱり主君を裏切るっていうのが大罪である<ー>良くないっていうのになっていくんだけど その時点ではそこまででははこまないいんだけど君裏切る人も、まあ、いた時代のの残みたいなのがあるんだけどただね、やっぱり秀吉が大々的に裏切り者だから討伐したんだ。裏切ったからなんだ。裏切りは悪なんだ。みたいな大宣伝をしちゃったっていうのもあって、このすぐ後ぐらいから、そうか、裏切りそんなにダメなんだ。みたいになっていくっていう。だからちょうどね、この本能寺の変の,の少し前ぐらいから、織田信長が天下統一して裏切り者をなんか粛清していって、粛清していってってなった時 時に裏切りやっぱ良くないのかな？みたいな風潮があったところに徹底的に裏切り良くないっていう風になった。ここで裏切りダメだよね。ってなった。まあ、そういう裏切りのターニングポイントの出来事でもあったかもしれませんね。なのでなんかね。この後、あのいわゆる裏切ったから討伐されても当然だみたいな論調になっていくんですね。 あと、秀吉さんは、ある意味運、運運が良かったみたいな、運も味方にもできただろうなっていうのは、この時はね、今の話を聞いて、 思いました。確かにね、あの、本当に、誰が戻ってきてもおかしくないはずだったのに、秀吉だけが、まあ、今までね、中国大返しという、秀吉の才能、素晴らしい、なんていうの、普通の人間ができないような、すごいことをやったから、だからこそ、光秀にも勝てたんだ、みたいな説が主流だったんですけど、よくよく見ると、運が良かった、その和議をたまたましてたとか、途中にそういう抵抗勢力なかったとか、まあ、もちろんね、自分で情報をまずね、真っ先に手入れることができたっていうのは、まあ、 秀吉のすごいとこなんですけどそれ以外にはやっぱり運の良さもかなりあったんだよっていうねやっぱ天下取る人は運がいいっていうね説の元にもなるのかもしれませんけどねこの運の良さっていうのも味方したんだっていうのはねあったかもしれません秀吉と秀吉ってどこでガッチャンコしたのガッチャンコで戦ったっていう ななんんかかそういういいとかの戦山崎の戦いって,言って昔はね天王山の戦いって言って天王山で戦ったっていうふうにだからこれがね天下分け目の天王山っていうのは、まあ、天王山で戦ったって言われてたからなんだけど今その初戦場は山崎あたりだから山崎の戦い ね、あの今の京都のあの大山崎のあたりね、天王山のふもとあたりですね。だ <laughs> か天王山のちょっと天王山自体じゃなくて、そのふもとの山崎のあたりだから、最近ではま山崎の戦いっていう風にまよく言われるようにはなってきたて。天王山ってあれだよね、そっちゅう高数銃隊を起きてる高速道路を走ってる。そうそうそう、横のところ。ローカル。<laughs>